はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ストレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんにねご紹介したいモンスターがいましてね、これ皆さんご存知ですか。少量名器キューカンバという謎のキュウリ、これいつ実装されたんだっけな。なんかレガシーパックかなんかにね、なんかねどっかでね実装されたなんか謎新規モンスターなんですけども、いつだったかちょっと覚えてないけど、今日はねこのカードを使っていこうと、このカード救済していこうと思って、デッキを組んできたんですよ。こいつねすげえ面白い効果してまして、これどういう効果かっていうと、あのバトルフェイズ以外ではモンスターゾーンのこのカード墓地送られちゃうよっていう効果になっていまして、で、2番目の効果、このカードが墓地に存在する場合、自分が相手のバトルフェイズ開始時に、出てこれます。手札および自分のフィールドの表側表示のモンスターの中から植物族をコストに墓地送って、手札から墓地から特殊召喚できますと。でその後自分が特殊召喚されてきて、自分または相手の墓地からモンスターを特殊召喚できるよっていう効果があります。でこのカード特殊召喚したモンスターはバトルフェーズ終了時に墓地送られちゃうよと。だからバトルフェーズ限定なんだけど、植物とかコストにしてこいつが出てきてなんか違う仲間を呼べると、なんか何でも蘇生できるという、これ何でも蘇生という最強効果です。はい、でねこのキューカンバーをね、ちょどうしてもね、活躍させたくて、今回、デッキ組んできたんですけど、これどういうデッキかと言いますと、あのね、キューカンバーで蘇生するモンスター、これをですね、まあ、何を蘇生したらいいかって話なんですけども、このパラサイトフュージョナーっていうの謎すぎるモンスター、これを、蘇生します。はい。これまあ、アークファイブをね、見てる方だったら、まあ、よくご存知なモンスターではあると思うんですけども、このモンスターどういうモンスターかと言いますと、特殊召喚に成功した場合、融合モンスターカードによって決められたこのカードを含む融合サイモンスターを自分のフィールド上から墓地送って融合できる、融合ができます。はい、だからキューカンバとパラサイトフュージョナーを特殊召喚すると融合召喚ができるんですよ。でこれとこれだけで出せる融合モンスター結構強いのいっぱいいまして、実はまずねこいつがね融合サイの代わりにできるっていうね、いう効果がありますので、まずねグラファー出ます。グラファー出ます。そしてグラファープラスあとこの謎の、フュージョナーと、このフュージョンモンスターで、ガイアプロビデンス、これ出ます。まあこいつが強いかどうかは置いといて、この2体をね出せることに私気づきましたんで、今回はちょっと全力で、このモンスターたちをちょっと活躍させていきたいなというふうに思ってまして、でねこのカードのあのねまず問題点というか、まあ、難点というかがいくつかあって、まずこいつを墓地に送ってプラス植物とかのコストを用意しなければならない、プラス蘇生対象を用意しなければならない、つまり墓地肥やしがめちゃくちゃ必要なんですね。でしかもこのこいつを墓地に送る手段を全力でやっちゃうと盤面が弱くなるから、やっぱ結局そのランクマとかで勝つという目的にした場合、やっぱこいつ全力ではダメなんですよ。こいつを全力、こいつ主役になれるほどのパワーはないから、こいつには。だからこいつをなんとか活躍させようとすると、そのこいつ全力で出しに行くみたいなデッキにしてもクソ弱いデッキにしかならないですね。だからまあその強い動きをしている中で、まあ、出せればいいねくらいの感じにして組むのがやっぱりこういうモンスターが一番良くて、まあ、ことランクまで勝つという意味ではね、あの別にそのファンデッキ同士で対決するお遊びデッキとかだったら別になんか何でもいくらでもできると思うんだけど、まあ、こと勝つという、まあ、そういうあの目的にした場合、ね、やっぱり結局でティアラメンツという最強のぼっち小屋ステーマとはやっぱ相性がいいなというところがありまして、今回はこの、ティアラメンツでめっちゃぼっち小屋して、でなんかキュウリとかなんかもうめっちゃぼっち叩き落として、まあ、ディアボランティスとかもいないけどこの辺でモンスターで叩き落として、ほんでまあ植物とコストはスポアとか、このなんかビブリスプ紹介してスポアとか、あとこのビビルスプを墓地に送られた場合のなんかその不法的なサーチとか、この辺の、まあ効果で賄って頑張って、まあ、融合をキュウリで立っていきたいというふうに思ってます。ちょっとね回し方よくわかんないと思うんで動画よかったら見てください最後まで。はい、やっていきましょう。少量名器キューカンバー活躍させていくぞ。デュエルスタンバイ。あーグリーフから入るしかなさそうですね。ティアラメンツグリーフの効果を発動し、ティアラメンツレイノハートをデッキから特殊召喚にそのまんまこいつを墓地に送るぜ。そしてレイノハートが効果で墓地を送られた場合の効果で、これグリーフさなんかさ強引すぎない？なんか効果で墓地を送るためのさなんか手順としてのさこの動きマジで強引すぎて笑うんだけど。これめちゃくちゃ強引だよなこの動き。
で、ハウフニスの効果を発動するぜ。ハウフニスによって、ハウフニスとレイノーハートを、ソアに融合召喚、現れるティアラメンツ、ヒトカロス。さらにレイノーハートの効果によって、ティアラメンツ、クシャトリアのウォッチを送るぜ。そしてクシャトリアのウォッチを変えた効果と、ティアラメンツ、ヒトカロスのサーチ効果が入る。うわっ、とりあえず相手なんもなそうだ。よし、いいぞ。なんもなかった場合はギリギリ、ああ、いいよ、いいじゃん、パラサイト落ちた。さらにスクリーンも落ちていく。これ待って、何持ってんだこれ、メタノイズか、メタノイズだ。はい、そしてスクリームが墓地を食らった場合の効果、やべえ、これトラップ3枚回収できた。神神。そして、ティアラメンツ来たからその効果を発動。ティアラメンツ来たからその墓地を食って、ティアラメンツクシャトリラを特殊召喚。そして5枚小屋し、さらに3枚小屋し、うわっ、つえー、ティアラメンツやっぱね、久しぶりに使うとめっちゃ楽しいですね。あ、ムドラ持ちた、いいよ。ムドラ持ちたい、非常に。あー、いい。フォンリーも効果を発動できるし、シェイレーンの効果も発動できる。神。これは神。そしてフォンリーが墓地から特殊召喚され、あ、ちなみにフォンリーとティアラメンツクシャトリラで、くっつけてディアボランティス出してキュウリを落とすっていうムーブができますんで、一応入ってます。何そのムーブみたいな話なんですけど、ティアラメンツキトカロスちゃんと、ティアラメンツでルルカロスを出し、これで、せいやな、ちょっと待ってくれ。なんか謎に召喚権余ってるんで召喚して、一旦ちょっとバロネス立てに行きますか。で、一回こうシンクロ召喚すると、リボリューションシンクロンが墓地から帰ってくる。いいぞ、よし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 。で、なんかチューナー2体でちょっとなんかすごいもったいないんだけど、まあ、ここでクロシープを1回出して、これで相手のターンになんか蘇生したり特殊召喚したりして、クロシープのリンクさんにモンスター出せば、いろいろ起動するっていう寸法よ。ジェットシンクロの蘇生でもいいけどね。セッツセッツセッツ、まあ今日のところはこんぐらいで勘弁しようってやるか。ちょ、ジェットシンクロン使うと手札コストなんかあるかな。手札コストがね、割とちょっと使わないといけないモンスターがいっぱいいるから手札はちょっとなるべく残しておいた方がいいという話ありますね。さあ、財宝狩りで、ディアベルスターいいだろう、よーし、いいだろう。我のスタンバイフェーズ、うわー、何もしない何もしない。一応フリッチェでメタノイズ、フリッチェってか、あー、やばいこと起きた。バランス、まあ、何でも向こう2回構えられてるからまあまあ強いけど、こういうカードにはこういうカードにはまあまあ強い。バロネスとクロシープ持ってかれるのうざすぎるから、まあ、ちょルルカロスは一応帰ってくるからギリ耐えてるんだけど、サンダーボルト2連発が見てね、うおー、やばやば、マックリクダ入れすぎじゃない、さすがにティアラメンツクライムで、やべえ、手札コストを使わざるを得なかった。さあ、ティアラメンツクライムの効果、相手の発動したカードをデッキに戻して、そしてパラサイトフューチャーの墓地の来る、やべえ、手札コストが上がった、手札コストが上がった、やばいことが来た。ちょっと耐えろ、え、何、ディアベルスターいいだろ、 OK。 さすがにもうまくり札はないらしいな。ティアラメンズサリーケの効果を発動するぜ。ティアラメンズサリーケの効果によって、相手のクロマジョディアベルスターを対象に取り、そしてやつの、効果を無効にするぜ。もちろんティアラメンズルルカロスを墓地に送らせてもらうしかない。コストはこれしかない、コストっていうか、まあ効果なんだけど。さあ、ディアベルスターを無効にし、そしてティアラメンズルルカロスの効果、よし、帰ってきた、俺。そして特殊召喚に成功した場合、クロシープの効果を発動。リング先に融合モンスターが特殊召喚に成功した場合、自分の墓地から、え、これパラサイトフュージョナーしかないか。パラサイトフュージョナーを墓地より特殊召喚、そしてパラサイトフュージョナーの効果を発動するぜ。パラサイトフュージョナーは特殊召喚に成功した場合、フィールドのモンスターを参入して融合召喚を行うことができる。あらあらこれこいつドヤ顔で出してるの多分俺くらいしかいないんじゃないかなと思うんですけども、クロシーフィーならいけー、試合の騎士ガイアプラミネス。このカードは手札墓地のモンスター効果発動した時、手札からモンスターを1枚捨てることによってその効果を無効にできるぜ。ちなみに今手札コストはないぜクソすぎる、手札コストないの終わってる、やばい、ポップレス来た、ポップルス来た。ティアラメンツルルカロスの効果を起動。
ちょっと待って、ティアラメンズルルカロスの効果を起動し特殊召喚する、効果を、無力化し、さらにその効果に支援し、ティアラメンズメタノイズを発動することによってディアブレスターを裏側を守備表示にし、さらにハーフニスを墓地に送ることによりやつを破壊し、さらにメタノイズを、ここメタノイズを送るの強、メタノイズを墓地に送らせてもらって、これ回収できるの何か。そしてまあポプルスはいいだろう、ポプルスはいいだろう。さらにハーフニスの効果、墓地に送られた場合融合召喚を行うことができるぜ。これクシャトリラ回収できるの。ティアラメンツキット太郎もういらねえよこれ。ちょっとルルカロス一回いらねえわ。ルルカロス一旦戻ってもらって、でもう一回出し直そう。そして、ドラゴンスタープレイヤーを融合召喚し、さらにポップルスが、貼られ、さらにあれ、あルルカロスは効果で送られた扱いなんじゃないんだね。あそうなんだ。オークやばい、オークやばすぎ、オークはやばすぎ。ちょっと待って待って待って、やばい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 、なんか知らないけど手数でめっちゃ押されてる。あかんあかん。でフランベルジュ、やばい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 、あかん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 、あかんこと起きてるて、あかんこと起きてるて。スタペリアで無効化するしかないって。スタペリアで押し込まれる効果を無効にして、やべえこれちょっと待って、自爆特攻されたやばいか、自爆特攻された。いやーでも、いやでも大丈夫、ムドラがいるわ、ムドラがいる。いや私蘇生対象は、蘇生させない、耐えてる一応。えあやばい、レベル1にしたからレッキリ棒が。おなんだそのシナジー、おなんだそのシナジー、ふざけんな。ちょっとやばいやばい、レベル1のモンスターを戻して、大砲側に戻しとけばいいか。やばくないこれ。俺結構無効化モンスターとか割と用意したはずなんですけどね、なんかすごいギリギリなんですけど、これなんでですか。これガイアプロミネンスとかいう最強モンスター出してるはずなんですけどね、こっち相手ビビってションペンちびってるはずなんだけどな。あとキュウリどうだ、キュウリ、キュウリ、今くんのかい、今くんのかいお前、今くんのかい、なんやねんこのキュウリ。やっぱなんとかしてキュウリを使わないと、マジでこれサムネイル詐欺になってしまう、本当にサムネ詐欺になってしまう可能性が高い。ちょっと待って。どうしたらいいんだ、考えろ。一旦ちょっとリンクリボーだけショルでしょう。あこれサリーク破壊すればいいのか、これサリーク爆破ムーブ結構あるな、これじゃね。ちょ分かった、サリーク破壊でサリークの効果を起動するぜ。サリークの効果によって、ティアラメンツモンスター1枚を手札に加えることができる。そしてティアラメンツシーレーンを1枚、手札に加わり、そして、ティアラメンツシーレーンの効果を起動し、ジェットシンクロンは今いらない、ティアラメンツシーレーンの効果を起動、手札からモンスターを1枚、効果で捨てながら特殊召喚される。よし、そしてハーフリスの効果。よし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 、なんか待ってる。でカレイディングハーツ、墓地のハーフニスと、なんか謎の昆虫を融合スターにして融合召喚、現れよティアラメッツカレイドハート。カレイドハートの融合召喚成功時効果、相手の、ディアベルスターをバウンスし、さらにちょっと待って、あこれ回収できる、神神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 神バトルフェイス。そして少量霊気キューカンバーの効果を発動、植物モンスターを墓地の送り、キューカンバーを特殊召喚、そしてモンスターをさらに相手の墓地または自分の墓地から特殊召喚、現れよパラサイトフュージョナー、パラサイトフュージョナー特殊召喚成功し効果を発動、うおーキュウリと合体。うおー融合召喚、謎のキュウリとパラサイトフュージョナーで悪界の友人をグラファンを融合召喚、いけー、ちょっと残り30秒しかない、うおいや出したはいいものの、これ手札コスト0枚なんだが、グラファーとプロミネンスの手札コスト
ゼロ枚なんだが。これキュウリいる？あ、悪くないハンドだな。異世界ペルリンのが通らなかった場合は終わるけどな。異世界ペルリン通ったわ。異世界これはシェイレーンで岩ブレを狙いに行くか、まあ、レイノハートでアンパイを、届けに行くかという話なんですが、まあ、テアラメンツレイノハートから行くしかなくて、でレイノハート君の効果を起動していく、ハウフニスを墓地に送って、でハウフニスの効果を発動。ハウフニスの効果によって、あ、いいね、今のところいけるよ。ハウフニスとレイノハートで融合召喚。てかちょっとね、キュウリを活躍させるために余計なカード死ぬほど入ってるんですよ、これ今回のデッキ。さすがにね、真面目に組んだ方が強いとかいうあのコメントは本当にブロックするんで、あの余計なこと言わないでください。マジでさ、キュウリ活躍させるのマジむずくてさ、あれさ、まず出てくるのにコストいるし、で出てきた後蘇生する対象を結構強いやつ用意しなきゃいけないし、でなんかあいつを出すために全力注ぐと盤面クソ弱くなるから、雑魚デッキになるじゃん、ただの。なんかちゃんと勝てるデッキにしつつあのキュウリを活躍させるってかなり難しくて、マジで。サリーク効果発動して、一旦レイノハート効果発動して、ビブリスプ効果発動して、でシェイレーン効果すごい量の効果発動が巻き起こって、まあ、8枚落としたらこうなるかな、基本的には。ルールル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 を出して、でビブレストの効果によって、ボフォリキュラを回収して、捕食植物ってさ、何どっから名前取ってるの、なんかすごい名前してるよね、全員。なんかあれかな、食肉植物みたいなやつから取ってるのかな、ちょっとあんま分かんないのよ。でティアルンシーレー持ってきて、でさらにハートビーツの効果によってさらに1回収、あ、最強じゃないこれ、あまりに強くてビビっちゃった。でデストルドの効果を起動。いや、いって、よくもやったな、お父さんにも豚でもないのに。でレベル7のティアラメンツケトリアとレベル3のチューナーでバロバロバロネス出して、はい、ほんでシェイレーン効果、まあ、一応フォンリーか、なんかフォンリーとかも素引きしたってあんま関係ない、もう意味ないんだよな、これ。こいつデッキから墓地送られなかった。おお、いいね、いや、これさすがにちょっと何でも向こう構えとくか、なんか盤面強いけど、いや、これどっちするか迷うよね、これ。ティアラメンツスカイ、これいつもどっちサーチしてる、まあ、メタロイズだと確定で融合できるからさ、あれなんだけど、強いんだけど、今回イケメン出せるからな、イケメン打色は、イケメンで融合できるからな、ティアラメンツ、シェイレーンを効果で墓地に送るというね、最強のムーブができますんで、ルリダン君は。こうしといて、で、セット、これでエントランじゃないか、うん、割とね、いい感じな場面になった気がするぞ。さあ、お相手し、かかってきなさい。まあ、とりあえず、クロノデバーリダンの効果を発動して、スタンバイフェイスになんかカードもらうぜ。なんだこれ、ね、これデッキ。ミラーソードライト、キマイラだ。なるほど。キマイラデッキですね、了解しました。だフルールドバロネス君の、まあ、コーンフィールドコアトル OK です。コーンフィールドコアトル対象に取れなくなる可能性が高い。さあ、コーンフィールドコアトルで何を持ってくれ。ガゼルからの融合で入られると結構痛いんだよな、割と。さあ、ここで問題となってくるのは、その最強、ミラーソードライトからか。まあ、ミラーソードライトからだったらまだいいわ。ミラーソードライトからだったらまだいい。ミラーソードライトリリースして、なんか、モンスター出してくるという効果あるんで、これティアラムズクライムで爆発させて、はい。で、これ手札コスト送んなくてもいいの、神だね。で、クロノダイバーリダン。これはなんか破壊され、デッキに戻せなかった場合はなんか、あれなんだよな。なんかやんなくていいみたいな。手札コスト捨てなくていいみたいなサイトなんだよな。で、ティアラメンチェイレーンの効果を起動するぜ。うお、融合召喚、ハイフニス。ハイフニス、シェイレーンで融合。現れろ。ティアラメンツ、キトカロス。そしてティアラメンツ、キトカロスの効果を発動。
さらにペルレイの効果でキトカラスを爆破するぜ。強い最強部分きた。でさらに5枚小足が入るぜ。うわっ、キトカラスの効果、墓地に送るカードはまあ、レイの歯、あ、じゃあ手札に加えときゃいい、これも、もはや。手札に加えとくわ、これ。どうせ落ちんだろ、さすがにこんな食わしたら。で、キトカラスの効果を起動するぜ。誰いや、さすがにバロンです。キトカラスいなくなるのちょっとかなりきつい。キトカラスいなくなるの問題かなりきつい。まあ、最悪ちなみにこれ、あれですからね。一応、サリークがありますんで。まあ、そうなります。あー、でも、あ、落ちなかった。いや、今、あれかな、なんか普通に、落としに行くのが正解かな。ちょっとごめんなさいね。ティアラメンツ、ブフォリキュラ3枚。スリーブフォリキュラ。じゃあ、ティアラメンツ、マジでエアップすぎて、プレイング、だいぶおかしいとこあるかもしれないですけど、許してください。はい。エッジインプチェン、はい。やばいです。普通にやばいです。それは普通にやばいです。やめてください。楽園融合、あか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 あ。で、クロノダイバーアリダンの効果を発動。クロノダイバーアリダンの効果によって魔法カード、よし、合成獣融合。なるほど。で、合成獣融合でちょっと1枚カードドローするか。もうじゃあカードを1枚ドローさせてもろて。はい、デストいらない、いらねえカードしか来ねえな、まったく。おい、ま、ただこれ植物族モンスターはめちゃくちゃおるから、ちょっと待って、キュウリ落ちてんのこれ。ちょっと待って、これキュウリ落ちてるもんだよ。だってキュウリ落ちてねえじゃん、ふざけんなよ。キュウリ落ちてねえじゃねえか、ふざけやがって。今落としに行きます、今会いに行きます、いや今落としに行きます。さあ、レイドハートの効果、ハウフニスを墓地に送って、ハウフニスの、融合召喚の効果を発動するぜ。あーんとー、あ、待って、キトカロスも落ちてんのか、やべ。いややべ、ちょっとキトカロス落ちてる問題発生してる、もしかして。え、これどうやってさ墓地壊していいかな。待って、墓地壊しに行く方法をどうやってやったらいいんですか、問題発生。待って、これマジでキュウリでね、ちょっとキュウリ送んなきゃ、キュウリ送んないと、何デッキですかってなるから、これ何デッキなんですかってなるから、また視聴者が戦えるから、視聴者からまたサムネ下げですかって言われるから。デストロード効果で一旦これで、こうして、で、召喚して、で、ここで、強引に8進化をすることによって、昆虫族植物族を、2体墓地に送るという激ヤバムーブ。あまりにも強引すぎあまりに強引すぎて笑った。さすがにゴニガー。そして自分の墓地に存在するスポーアの効果を起動、植物族モンスターをゲームから除外して、このカードを特殊召喚。さあ行くぜ、恐るべきバトルフェイツ。うおっ、植物族モンスターを、墓地に送ることによって、このカードは特殊召喚できる。あれよ、少量名器キューカンバー効果発動。自分の墓地からパラサイトフュージョナーを特殊召喚し、パラサイトフュージョナーで融合召喚を行う。うおこれなんかすげえドヤ顔でさ、ガイアプロミネンスが出してっけどさ、これなんか出してなくても勝ってんだよな。対戦ありがとうございました。召喚僧サモンプリスト、なるほど。魔法カード捨てて、うわ強いコスト、何出てくんのこれ。うわー、図書館混流デッキだ。図書館混流デッキだ、やばい。あ、2枚ドローマイル。やばいこと起きてるって、さすがにやばいって。どうして俺がだけだこんな目に遭わなきゃいけないんだ。図書館混流すんのやめろ。強っ。これまた妖刀で2枚サーチ入るやん。ちょ、世界終わったかもしれないわ、さすがに。
うわ、デュアルサモン来ちゃった。マジで世界終わる、ほんまに世界終わる。あちょっと2軒目のね、図書館建立だけはちょっと本当にやめてほしいな。2軒目の図書館建立マジでやめてほしい。ちょっとマジで、ちょっと勘弁してください、勘弁してください。小川さん助けて。終わった。なんだこれ、エクゾディアか。いやーきちいなこれ。うわー、燃えたけみつ発動された。うーわ、メインフェーズ1スキップされる。いやー、スキップされるってことは俺ターンくれるってこと。これなんかエクゾディアではねえのかな。じゃあやばいってもう。あなんかターンスキップされました謎に謎ターンスキップきた。とりあえずターンをスキップしてまでやりたいことがあるんだな君は。トーテムポール、どういうこと。やばいなこれ、もしかしてバロネスかなんか出てきちゃうやつこれ。うわーうわうわアフターグロー。自分の手札で気持ちいい。おやべえ、自分のフィールドの感覚からアフターグローを全部除外して、その後除外されているアフターグローを1枚、デッキトップにセットして、これあれですね、つまりなんか、デッキトップドローしたいですね、アフターグローを4000バーン与えたいみたいな。アポリアさんの必殺カードですね。ちょっと状況を説明しましょう、状況を整理しましょう。これ今要するに、アフターグローの効果によって、デッキトップにアフターグロー今ありますよという状態に今なってまして、はい。アフターグローがドローしたら4000バーンですよと。で、アフターグローが、ドローするために、まあ、ターンスキップして、で、なんか岩石族モンスターが3種類攻撃力0のやつがいるから、トーテムポールで、墓地のこの方を除外して、このターン相手が受ける高額化ダメージ倍になるから、4000ダメージを8000にしたいと。でドローフェーズ前だとチェーンができないから、カードの効果を、カードの効果チェーンできないから、なんだっけ、さっき落としてたんだよな、なんだっけなちょっとどこ行った、これか、マジックブラスト。これドローフェーズ前にこのカードの効果をなんか発動したいから、これ発動して、でこれを無効にバロネスですんのかな、バロネスでこれを無効にして、トーテンポールをチェーン強引にして、でアフターグローの8000パーをかますってことなんかな多分これあれだよな、これチェイレーンの効果とか起動できないよな、これあ、これケルドを送ったら相手これ待って、ケルドを送ったら相手のコンボ成立しないんじゃね。ごめん、じゃあ、相手のコンボ成立させてあげたいから、ちょっとこれ一回オフにするわ、もうボタン。ちょっとすまんな。なんか余計なケルドとかいうモンスターチェーンして、ほんと申し訳ない。バロネスでなんかそれを無効にするのね。はいはいはい。で、これを無効にすると。はい。で、トーテムポールの、効果で、俺のバーンダメージが、なんか、バーに倍になると。このターン。で、アフターグロードローすると。ドローフェイズで。なるほど。アポリアさん、アポリアさん、未来は変わりましたよ、おめでとうございま